とにかくいい点をしていい成績を残すことはしかないなって僕は思ったので、盛り上げていくために今勝つことが一番だと思います。そこにはあのいいプレーをするということが一番盛り上がっていると思うんですけど、それ以外にも調子が悪いとか調子が悪いとか何か言い訳になるので、そういうのはありますけど、you